40年前新しいビデオゲームができたんでデザインをお願いしますということで、企画者の岩谷さんのとこに店にもらいに行ってきたんですよね。画面を見ると皆さんご存知だと思うんですけど、黄色い円筒が上下左右動き回ってて、逃げたりやっつけたりと奥の深いゲームでしたね。でそれを見てると円と黄色ということの単純な画面上の要素だったんで、自分の作業テーブルの上帰ってきて、さてデザインしようとした時に簡単に今のキャラクターができたんですよね。大して時間もなくて副案も書かないで提出し、そのまま承認をもらいました。パックマンはあまり 円に手足がついたんで特徴がない感じもするんで、目はちょっと特徴つけようかなと思って、昔風の目にしてみました。そうするとちょっとでも大きく見えるかなと思ってやってみたんですね。で私なりちょっと凝ったところがありまして、誰も気づいてくれないんで、40周年を記念して今言いますけど、あの目はあの画面上のパックマンをそのままちょっと縦に引き伸ばしたような感じで作ってみたんですよね。で誰か指摘するかなと思ってやってみたんですが、誰も何にも言わないんで、そのまま現状まで来たんですが、まあ40周年ということでちょっと告白してみました。パックマンを描いてると自分に元気をもらうような気がするんですよね。何の悩みもないパックマンを描いてると自分で自分が描いてるのに元気もらう。皆さんもそういうふうに元気を与えられるといいなとは思ってます。もっと世界中に、これが広まっていけば世界平和になるんじゃないかと、なってほしいなと思っている今日この頃です。